ハネウェル R9-16T ホーク R9-16T ホークハネウェル R9-16T ホークはハネウェル社が開発したダクテッドファンを搭載した垂直離着陸方式の小型無人機。T ホークとはオーベッコーバチの英語名であるのい通信機器などのバックパックを背負った兵士1名で運用される国防高等研究計画局のマイクロエア ビークルプログラムが計画され、2003年に4000万ドルの技術実証の契約に基づき、ハネウェルディフェンススペースエレクトリックシステムズ社が開発した。このマブ計画は、その後、アメリカ陸軍が進めているフューチャーコンバットシステムプログラムの要件を満たすとして、陸軍へと移管された。2006年5月、ハネウェル社は、 性能拡張のための新マブの開発に6100万ドルの契約を授与されることとなった。運用準備中のアメリカ陸軍兵士2007年にはアメリカ海軍からイラクで展開中の爆発物処理班のために20機の G マブ7500万ドルの契約を授与されている。配備された RQ-16 のホバリング機能を用いてコンボイを標的とした。 幹線道路に埋められた即席爆発装置の探知作業を車両通過前に行っている。利点として無人車両を用いた捜索、探知作業に比べ、速やかに広範囲の作業が可能なためである。2008年1月にはその性能を認められ、海軍から RQ-16AT ホーク372機の受注を獲得している。 2009年1月にはイギリスから2機の RQ-16 と1機の地上局を1セットとした5セットを受注し、2010年に配備済みである。2010年、ハネウェルはインドにおいて、タイテロ船や森林船などの条件下を想定としたデモンストレーションを行い、採用に向けた試験を行っている。2011年に発生した福島第一原子力発電所事故に伴う、 監視業務に利用された。同年6月24日、運用中に操縦不能に陥り、2号機屋上に不時着するトラブルがあった。ガソリンエンジンで駆動し、操縦量8 4キログラム半径1 1トルの範囲を40分間飛行可能としており、内蔵された全地球測位システムにより正確な位置に静止が可能である。 最大速度は 130km であるが、ソフトウェアにより、時速 93km の速度制限が行われているほか、垂直離陸時には、風速 28m 以下での運用が条件として定められている。監視用の赤外線カメラを備えている。専用バックパック偵察、監視、目標補足システムのほか、レーザー照準機としても利用され、XM156、 または、クラス I の故障で、アメリカ陸軍にて運用されている。無人機とコントロールデバイスで構成され、その重量は 23kg 以下である。アメリカ陸軍で採用されているモーリーと呼ばれる、バックパックをベースにした2つの専用モーリーに収納されて運ばれる。旅団戦闘団で使用されており、その垂直離陸機能により入り組んだ。 市街地などでの移動ルート偵察や監視目的での使用を想定しており、クラス1型は自律飛行と広報装置を使用し、兵士との間で最新の標的情報をやり取りすることが可能である。福島第一原子力発電所事故においては、国産ロボットを投入できない事態を受け発生直後に急遽導入され、福島第一原子力発電所の空撮に従事した。なお、 6月24日には運用中に操縦不能に陥り2号機屋上に不時着するトラブルを起こしている。能力、ありがとうございます。